皆さんこんにちは、マーキーです。今回は増税前にこいつを購入いたしました。それを紹介していきたいと思います。今回購入したのはこちら、よいしょ、マウスコンピューターのゲーミングパソコン一応購入いたしました。今使ってるパソコンがめちゃくちゃもう重くて動画がもう作れないぐらいのスペックだったんで、新しく今回ね増税前ってことで購入いたしました。じゃあ早速ね中開けて見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう、レッツゴー。はい、それでは開けていきたいと思います。まずねこちら保証書ついております。高級な袋に包まれてパソコンちゃんが入ってるじゃないですか。まずこちらですね。それで開けていきましょう。まずはこのケーブル、これ何でしょうか。あまり見たことないな。はい、ケーブルが1本、そしてマウスコンピューターサポートマニュアル、そしてこのパソコンのファーストステップガイド、サイバーリンクのシリアルナンバー、そしてこれがこのパソコンのスペックです。今回ねあんまり予算がなかったんで15万円ぐらいでゲームもできて動画編集もできるようなスペックがいいなと思ってこのスペックにしました。はい、 Unext のプレミアチケット1200円分、あとねいろいろ入ってます。必ず開封してください、紙。あとはライセンスキーですね、ライセンスのプロダクトキーとかです。はい、じゃあ早速メインのパソコンちゃん開けていきたいと思います。もう1個ありました。電源ケーブルついてました。じゃあこの発泡を取りますよ。よいしょ、おーちゃん来たよ、パソコン新しいやつ。それではオープンしていきましょう。行くよ、見えるかな、行くぜ。あー、ちょっとかぶっちゃう、カメラの前来ないで。ちょうどかぶっちゃってるから、ほら見てごらん。よし、行くぞ。オープン。よいしょ。オープン。オープンできないって思って。よし。オープン。だ。こうかよいしょ、こうでした。オープン、きたー、ええやん。あ、ちょっといきなりよだれついたし。はい、それではね細かく見ていきたいと思います。はい、それでは G チューン、こちらですね、ぐるっと見ていきたいと思います。はい、まずは正面こんな感じ。はい、こちらの端子がマイク、ヘッドホン、USB3.0 が2つ、そして HDMI 端子で、これが CD とかね DVD が入る光学ドライブのとこですね。で、電源ボタンで、左に回ってジーチューン、ゲーミングパソコンっぽいジーチューンという文字が入ってます。逆サイはなんか亀の甲羅みたいな感じの穴。はい、じゃあそして後ろ側こんな感じですね。前面パネル用 HDMI 延長ケーブル、伸びるんだ、あ、出たなんか伸びるみたい。そしてこれが主電源か、で電源ケーブル、これが USB2.0 2つ、マウス用端子 DVII 端子、これはディスプレイポート、 USB めっちゃついてるな。USB3.1 端子が4つで、これがマイクと L アウト、 L インで、これが LAN ケーブルです。こんなもんかな。あと下か、これなんかここに4つついてます。それでは前のパソコンのところに入れてみたいと思います。入れ替え作業開始。は
はい、それではパソコンの入れ替え作業をやっていきたいと思います。今この白いやつ、これが今使ってるパソコンなんですが、ここのポジションにね、入れ替えていきたいと思います。セッティング完了しました。近くで見てみましょう。さあ、どうでしょうか、つくでしょうか。それでは行ってみましょう。電源、あ、主電源か。まず主電源オン、そしてこちらの電源オン。きたきたきた、ちゃんとつくかな。そしたら画面つかないな。画面つかないぞ。あれ、つかないな。青になるはずなんだよな、ここ。むむむ、はい、来ました。あー、映った。最初に見てたこのケーブル、これをモニターにつながないといけダメでしたね。はい、というわけでパソコンちゃんとつなぐことができました。よかった。はい、というわけで今回はゲーミングパソコン G-Tune 開封そして設置やってみました。で、今回の動画でね、多分100本ぐらいになるんで、これから200本300本とね、動画を作って皆様にお届けできたらなと思っております。これでストレスなく動画作りができる、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。